クエストしてもいいかな。ん？ルカちゃん、今のところもう一回。あ、私ももう一回見たいな。ダメかな。別に。空気感、バイブスみたいな感じですか？グルーヴとかも近いですかね。聞いてねえ、聞いてねえって。ああ面白いねえ。でも鈴木の部屋、これで大丈夫なのかな。なんだか、ただただいつもの会話をしてるだけだなーって。あ、本気で言ってんのかよ。さんたちってすごいね。
きちゃん勉強熱心。あ、そんなことないけどな。あ、あと再生数もいい感じだし、動画にもコメントもたくさん来てるね。そうなんだ。これからも頑張ってね、鈴木の部屋。うん。はなちゃん？あ、ごめんね。ちょっと考えてたの。毎回春樹ちゃんがゲストに来てくれるわけじゃないんだよなーって。なんか急に不安になってきた。はなちゃんなら大丈夫だよ。それに私は、はなちゃんといろんな人のトーク見てみたいな。そっか。いろんな人。ルカちゃんもゲストに呼んでみようかな。いいと思う。来てくれたらいいよね。ねえ。会話続けなよ。ルカちゃん、ありがとう。はあ？さっきね、どういう風に接したらいいかわからなくって、だから。ルカちゃんが来てくれて助かったよ。別にそういうつもりじゃねえ。それでもありがとします。ただトークはもっと頑張らなきゃですね。もっと皆さんに楽しんでもらえるようなお話がしたかったです。
はるきちゃん、ちゃんとトークできてたよね、ルカちゃん。そう。もう、できてたよね。ルカちゃん。はなちゃん、ありがとう。大丈夫だよ。プロデューサーさん、優しいですね。でも私、褒めてばかりだと伸びないかもしれませんよ。すごいよね。そうだね。私ももっと頑張らなくっちゃ。なもんやるわけねえだろ。ここで降りる。下ろせよ。ふざけんな。よろしくね。え？ライブイベントのこと。シーズも出演することになったみたいだから。シーズ。よかった。ルカとまた同じステージに立てて。同じ。違う。これから事務所でそのイベントの打ち合わせなの。そうだ、プロデューサー、打ち合わせの前にコメティックの送り迎えがあるって言っていたっけ。コメティック。でもルカがここにいるってことはプロデューサーはもう事務所についているかな。知らない。レモンティー。うん、これ新しく発売されたものみたい。ルカは飲んだことある？違う。そんな見事知らない。そっか。それじゃあ時間だから。また今度。ルカとまた同じステージに立てて。
同じステージってこんなの違う。ミコトは何とも思わない。違う、分かってた。あの時から私たちはもう二度と、ああ、そうだ、そうだった。ここには何もない、誰もいない。私だけがここに取り残されたまま。だるい、体動かない。休む。あ、ルカちゃん大丈夫？ゆっくり休んでね。なもん、やるわけねえだろ。ここで降りる。下ろせよ。私、昨日からずっと何かできることはないか考えてたんです、ルカちゃんに。でも思いつかなくって、どうしたらいいのかな。すみません、こんなこと。プロデューサーさんも困りますよね。でもプロデューサーさんのお話を聞きたくって。いえ、いいよ。
わかりました。私、ルカちゃんのこともですけど、プロデューサーさんのことも信じてますから。あの、私、今日のレッスン頑張りますね。お時間いただいてありがとうございました。全然うまくいかなかったね。ねえ、どこがいけないんだろう。ルカちゃんの位置イメージしながら踊ってたんだけど。ねえ、ハルキちゃん、レッスン中に撮った動画ルカちゃんに送ってみるのはどう？え？でもルカちゃん体調悪いみたいだし。うん、そうだけど、体調が良くなった時に見てくれたらいいなって。見てくれなかったらそれはそれで、うん、そうだよね。ルカちゃんには見られたら見てって感じで。うん、それじゃあまず動画のデータを送って、アドバイスとか気づいたところがあったら。これじゃちょっと。体調が良くなって、もし時間があったら、アドバイスがあったらお願いします。あ、はなちゃん、ん？え、送っちゃダメだった？ううん、私が考えすぎてただけ。また違った思い切りの良さだ。アドバイスがあったらお願いします。よろしくお願いします。お大事に。どくそ。あ、ルカちゃんだ。お疲れ様。体調はもう大丈夫？大丈夫そう。ルカちゃんが戻ってきてくれてよかった。別に、おめえらは二人でいいだろう。ん？私とハルキちゃん？それじゃあダブル派だもん。ダブ、はあ？この前のハルキちゃんと二人でやったレッスン、全然うまくできなかったし。私たち、ルカちゃんがいないとダメなんだ。全然コメディックじゃないの。ねえ、ルカちゃん。ん？ドーナツ食べる？は？ミセスドーナツだよ、今日のおやつ。早い者勝ちなんだって。いらねえ。そっか。ルカちゃんは
ミセスドーナツとクリーミークランキードーナツ、どっちが好き？悩むよね。やっぱり3人だと出るよね。コメティックのバイブスとグルーヴ？うん、明日のライブイベント楽しみだな。プロデューサーと打ち合わせでもしてるのかなって思ってたんだけど。え？はい。でも私たちだけだったら、私たち二人だけじゃ、コメティックのステージは。どうかしたの？レモンティーシーズ見たくねえ、うん、そうだ、ステージに立たなきゃいい、それだけの話。そうすれば、この時間は止まったまま動かない。なのに、なんでそんなに必死に練習して、練習して。ふん。なんだよ、今の。そう、ルカが。事件や事故に巻き込まれた可能性はない？そうなんだ。
前にも言っていたよね。問題はないかって。どういうこと？私にはステージに立つ以外の選択肢はないから。ルカも同じはずだけど、事件や事故じゃないのならステージに穴を開けることを望んではいないと思う。そうなのかな。帰れよ。おめえのくだらねえ話とか聞きたくねえ。もういいだろ。何回やったって同じ。別にそういうつもりじゃねえ。それでもありがとう。私たちルカちゃんがいないとダメなんだ。全然コメディックじゃないの。うるせえ。全然。時間は進む。
で騒ぎやがって。急いでんじゃねえのかよ。生で見るのは初めて。うん。そうかな。プロデューサーも分かっていたんじゃない？こうなることを。遅れた。え？ううん、ルカちゃんが来てくれて嬉しい。でした。終わった。これで終わったよ。これで だって私たち相性最高なんだ。出たよ
はぁ？なんでそうなるんだよ！勝手に決めんな！カイさんって…そんな風に踊ってた？一人でやる。やっていける。一人で踊って歌って、どうだった？だって私たち、相性最高なんだ。そう、最高。でもそれは片方がそう思いたかっただけ。本当はふふ本当は全然似合ってねえよ、おめえら。そう、ありがとう。ん？おう、いいよ、書くもんある？これ。でも、私は、ここに、書いて、いいの？あ、はい、これ。何？そう、ずっと大切に。シーズのステージすごかったね。ねえ。でも、コメティックもすごいステージできてたよね。あ、うん。できてたと思う。きっと。ドーナツ食べたいな。はなちゃん急だな。でもわかるかも。頑張った分カロリー摂取したいよね。
ーナツの気分？どっち？あー、どっちだろう。ねえ、ルカちゃんはどっちがいい？は？ミセスドーナツとクリーミークランキードーナツ。あ、私たち迷ってるからどっちでもいいはなしね。そうか、ここにはルカちゃん？ミセスドーナツ。じゃあミセスドーナツで決まりだね。ちゃんが来てくれて嬉しいなって思ってるの。まあ仕事だし。そうなの？収録始まる。